このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、いっきです。ペーパーマリオカラースプラッシュ実況プレイパート47、始めていきます。さあ、どうやって出てくかな。普通に3本いそうだから怖えんだよな。ん？でかいやんか、あれ。なんか捨てよう。ぶっ飛ばしあんまいらねえよ。ほら、いた。まあそう来るのは分かったよ。余裕だけどな。これだからこれ入っていくってことだろう。あー、なるほど、色抜けしてるから通れないね。途中で行き詰まったね。あれ、そこだけ壊れたのかな。で、多分これでいける。ふう。あ、マスターいたね。こんな穴の中に誰かいるよ。マリオさん、私ですよ。こじゃれたマスタードカフェのマスターです。この辺りは砂の中にサンボがうようよして危ないけど、パラソルの上なら安全ですよ。こっちいらっしゃい。パラソルの上なぁ。お。お？ようこそ、マスタードカフェマスターの楽園パラソルへ。ここ安全でしょ？二人くらいの重さなら歩きともしませんよ。おう。3人の重さには耐えられなかったかーって浮いてんじゃねえか。僕のせいなの？すみません。あ、逃げろー。余裕だけどな。いやー、まさかお店の近くの大穴の中がこんなに危険だったとは思いませんでしたよ。安心、穴に落ちても命の大事な店の鍵は無事です。マスターの中のマスター、さすが私。そういえばマリオさん、私のお店の星様ティータイムに参加したいと言ってましたね。お店へ帰ろうかなと思ったところなので、一緒に帰りませんか？そうしましょうよ。お星様なんていくらでも見せてあげます。ウェルカムですよ。多分マスターさんは、お店まで連れて帰ってあげたら、お礼にペンキスターを見せてくれるって言ってるんだよね。お店の幕鍵もマスターさんが持ってるんだし、連れてってあげよう。サンキューマリオ&ペンキー、君たちほんと最高だ。地上を目指してレッツゴー。どんだけ地上までかかんだろう。多いなー、やだなーこれ。とりあえず全部色塗っていかないといけないのは分かったし、ごめんごめんあそこはまずサンボ、あー、なんかすごいことになってる。怖っ。トラブル発生。サンボが飛んでるのに細い土管の上を渡ろうとしてるよね。サンボが飛んでる中、細い土管を歩くのは NG なんですよね。安全に進めるようになるまで待ってまーす。待ってまーすじゃねえんだわ。結局いるのかい。お前もいたのか。下もいるのか。じゃあきついな。さっさと倒そう。倒せっかなこれ、ハンマーで。
ら余裕でした。とりあえず上行って、あ、なるほどね、落とされるのな。それだけ分かったらあと安全に行けだけじゃねえ。これ多分入ったらどうなの？いける？つまってまーす。でしょうね。旅館が一部色抜けしてたよ。途中で進めなくなったのはあれが原因だ。おわ。来るとこわからねえな。一瞬で行かなきゃいけねえな。お、あ、そこも来るの？アンチねえのかよ。それつれえな。よし、とりあえずこれで回復して、これは一気に渡っちゃおう。でここ塗って、多分あと下塗ればいいだけか。思うんだけど、これで多分いけるはず。ダッシュ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 。通れない？いけるだろう。あそこが濡れてない。ってことはここか。で、あとは次探すか。いちいち通って確認しなきゃ無理ってきつくね。ここは通れるようになった。ザーって行く。はい、行けたー。マスターさん、土管の中を通ってこっちまで来てください。よいしょー。やっほー。やっぱり土管は上を歩かず中を通るに限るよね。地上を目指してゴーゴーゴー。色抜けスルーした気がするけど、まあいいか。セーブがあるな。一回セーブしとこう。ボスがいる可能性が出てきたぞ。これここ割れんだろ。何これ。パパウパウパウは捨てて、塩コショウ、あ、サンプルか。全然帰りたいな。帰りたいなじゃなくてよ、今やってるでしょそれ。これ何？ダメじゃねえか。
土管がいるだけ。これだろう。上に行くルートがあるな。いらねえよそれ。ここ入って下から出てくるんだ。これ？ここ繋がってないだけじゃねえ？ああ、なるほど、そういうことね。OK でーす。久しぶりに、でっかい切り取り。何マップぐらい？そんなにでかいでやんなかったからな。やっほほーい。マリオさんが消えた。なんで、なんで、私ではダメだ。一生出られない。助けてくれ。許してくれ、ロックマン。それロックマンだわ。それドクターワイリーじゃねえか。で、入る。で、呼ぶかな。あれ？よかった、マリオさんいたんだ。一緒に帰ろうって言ったもんね。ちょ、謎解いてたんだよ。ジャンプできねえんだ、お前のせいで。もらっとこ。あの土管、あの高さ地上まで伸びてますよ。オレンジ色マスタードカフェの近くで見たことあります。近くに出れますよ。壊すんだろうけど、なんか嫌な予感すんな。サンボは出てくるだろ。あ、やばい、助けて。ヘイホがいる。あー、ヘイホじゃねえ、ムーチョだ。え？ゲームオーバー？あ、牢屋に入れられた。もう、おとなしくしてる。カードキーか。ダメだ、この檻とても頑丈だ。勘当たりしてもびくともしない。なんだよここ。大きな穴の底のさらに地下にムージョたちのアジトがあったなんて。この牢屋から脱出する方法を探そう。怪しいところはね、多分この壁なんだよな。穴でも開いてないかな。穴、ジャンプじゃね。穴開いてないんだけど。これどうすんのよ。穴が開いてるところがある、あるってことは、塗る？塗るじゃねえな。明らかに外出るはずなんだけど、これか？
ちげえな。出れるとこないんだけど。ちょっと待って、これ。穴開いてないかなが分からねえんだよな。こっち側は明らかにペンキが落ちてるからいけそうなんだけど。レッツ攻略サイト、ちょっと調べよう。さすがに無理。右上、これか。なるほどね。これでよかったんだ。さすがだね。見たけどな。正直砂の中に潜った時は何やってんのと思ったけど、抜けられたと気づかなかった。砂の中に潜るって見るもんだね。マスターさんどこ行ったんだろう。別の場所で捕まってるかもしれない。別の場所で捕まってるかもしれないってなんで。経費を節約だ。踏んじゃった。ハンマーでよかったじゃねえかよ。ハンマー当たんなかったんだよな、ね、今。わあ、余計なのいるし。アイアンで殺してやろうか。でかアイアン。どうだ、鉄に踏みつけられる気持ちは嬉しいだろう。ちょっとあんまりいいもんねえけどな。エレベーターかこれ。カードキーを入れてください。持ってません。カードキーこれだな。さすがに1回目分かったらもう分かるよ。スリのついた足でローカー歩くんじゃねえ。お前らなんだ。てか砂のところにいるんだから砂のついたところを歩くんじゃねえ。じゃねえんだよ。お、むやみにポスターを叩く。これだな。カードキーを入れてください。だってさ、カードキーが必要みたいだね。こっちか、ここ行けか。お願いします。何がお願いしますって。私はかゆわいきのぴょです。小刻みに震えてます。かわいそうでしょ。空気読みました。コインいくらい払えば出してもらえるんですか。そんなに怖がるんじゃねえ、クソ者が。もうこいつカードキー持ってねえかな。ピーじゃねえんだな。とりあえず安全策を取ろう。パパパパー、死なねえわそりゃ。下味をつけてやるぜ。さあどんだけ美味しく調理できるかな。
ず。塩コショウでみ、あ、そういうことか。ハンマー。トゥルトゥルトゥ。マリオさんも使ったの一緒ですね。カード機持ってないのか。持ってねえのかってなんだてめえ。助けに来てやったのによ。ここいけるな。おかしいな、どこ行ったの。後ろにカード機あった。ラッキー。あ、お金。いっぱいいた。誰かいるの？クセモノ。めっちゃいた。勘弁してくれよ。クソ、誰が。このサンプルだけもらっとこう。よいしょ。さすがにムーチョごときやったらほんサンプルでも余裕だろ。うん、カードキーそこにあったのか。さあ、ムーチョゲット。カードキーもゲット。とりあえずカードキーで上に行こう。3階かな。で、ここ行ってカードキーを使ってゆっくりのんびり来て、もう私も悪くなかったけどお見返ししちゃったな。帰りましょうか。帰りたくないんだったらいいけど、これいけるな。こっからどっか行くな。ここは底なし沼だ。あー、マジで。あ、待てよ。これでこっちあるな。ほら、あった。めっちゃモテねえんだけど。ちょっと捨てて。さあ、ラッキー。よし、じゃあちょっと上に行く前に、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。